さっき僕の兄貴、まさまるくん、僕のこと説明してくれてました。僕地元は北海道で、もう少ししたら北海道に戻ってしまうんですけども、でもレゲエがあれば北海道も横浜も一緒でしょう。笑えるわけじゃないけど、街は見てるさ、みんなその時も継続さえも時には迷路ならば、ひたすら日々こつほっとしたくないのは後悔、お前の夢だぜもう一回、俺はこの音が生きがい、ただこの音の今日が一番危険だよ。
詳しかったらな、もしかしたらあいつはすっ